頭の中ってどうなってるかっていうと、ちょっと開けてみましょうか。これ頭をちょっと開けてみましたけど、この白っぽく見えるの、これがみんな神経節。神経節っていうのは、まあ、人間で言うと脳です。人間も脳は神経節なんですけど、大きいから脳みそって言うんですけど、これがみんな神経なんですね。特になんでこんな大きい神経があるかっていうと、これが目ですね。眼神経節って言って、スルメイカ、すごく目がいい。で、スルメイカの目ってここを見ると、ここにレンズがあります。で、これが人間でまぶたですね。目と開いてるんですね、まぶたが。で、こういうふうに、目が、レンズが直接こう海水に触れるような目をしているの。これを開眼類って言います。目が開いている。で、この他のイカですね。例えば、ヤリイカですとか、ケンサキイカ。そういうイカはですね、この目の上を薄い透明な膜が覆っているんですね。で、そういう目を持っているのを閉眼類。目が潰れているわけじゃないんですけど、目が閉じているわけじゃないんですけど、目の上に薄い膜を持っているグループがいるんです。ですから、この二つ、ちょっと覚えててほしいのは、こういうふうに目が開いている、ちゃんと、こう、まぶたのあるやつ、まぶたってのはおかしいですけど、目が開いているやつが、海岸類、スルメイカの仲間。で、これがと、この薄い膜で覆われてるっていうのは、閉眼類。で、まあ、ヤリイカの仲間っていうふうに覚えててくれるといいと思います。目が直接海水に触れるようなイカたちっていうのは、割と外洋に住んでるイカが多い。あるいは深いところに住んでる。で、目が覆われているのは、割と岸に近いところに住んでいる。ヤリイカだとか、まあ、ケンサキ、まあ、沿岸に住んでいるやつが多い。ですから、沿岸って割となんか水が汚いっていうわけじゃないけど、まあ、いろいろあって、目を保護している。そのために薄い透明の膜を目の上に持ってきたんだろう。そういうふうに、ですから、ヤリイカだとか、ああいう沿岸性のものの中に、そういう閉岸類が多い。で、海岸類っていうのは、もっと沖合の水のきれいなところに住んでる。イカだっていうふうに、ちょっと思うんですが、コイカの仲間。コイカの仲間そのまま目がつい、海岸類とは言いませんけど、コイカの目も開いてます。だから、コイカって割とすごく沿岸に住んでるんで、その説がそのまま、うんって言えるかっていうと、ちょっと疑問なんで、まあ疑問というか、ちょっとおかしいなっていうところもあるんですけど、まあ、目を守るために薄い膜を張ってるっていうのが閉眼類。海岸類ってはもう目がしっかりいいから、大きくてもよく見えるように、その直接レンズを当ててる。そういうふうに思っていただくといいのかなと思います。イカの目ってものすごく大きいって言ったでしょ？で、これちょっとね、最近からはちっちゃく見えるんですか？開いているところはちっちゃいんです。でもね、この裏側がどうなってるかっていうと、イカの目ってね、この後ろ側もすごく大きい。ですから、眼球という部分がこんなに大きいんですね。で、眼球の後ろに大きな神経節。これが眼神経節という。ですから、イカの目の構造というのは、まあ、人間と同じカメラ目って言いますけれども、レンズがあって、網膜にちゃんと像を結ぶ。単眼じゃなくてですね、人間と全くほとんど同じような目を持っている。ですから、目も素晴らしくいい。そのためにこんだけ眼神経節が発達している。だから見る情報をよく処理しているっていうふうに考えているのもいいと思います。これをちょっと撮ってみましょうか。撮れるかしら。目自体はね、割と眼球の中に入ってる。オービットって言いますけど、この中に入ってるんで。よいしょ。プル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 してるんですかね。そうなんです。中はね、水が入ってるんですね。水っていうのはおかしいですけど。ですから、こう、水の玉みたいな。これですね。すいません。これがイカの目。さらに、まあ、後ろに眼神経節がついてますけど。目と脳の。
ですからこんなに大きな目を持っている。体のほとんどそうですね。これが、はい、何センチでしたっけね。30、まあ、体長が30センチとすると、これがもう2センチ以上ありますんで、何パーセントかな。10% ぐらいか。体の 10% ぐらいの大きさの目を持っているという。で、ですから、まあ、イカの場合は非常に目もいいという。今日はですね、このスルメイカを使って、体の仕組みを調べるために解剖しました。で、今日はスルメイカの生殖腺、それから消化器官を追いかけたんですが、この他にスルメイカの中には血管系もあります、神経系もあります。ちょっと見ただけですけれども、これは本当に緻密にできています。そういうものが全部うまく組み合わさって、スルメイカは生きているんですね。この動物の体の構造っていうのは、我々人間ともほとんど共通するものがあります。ですから今日スルメイカの解剖を通じて動物の体の仕組みを知るということは我々自身の体の仕組みを知ることでありますし、こうやって生き物たちが生きているんだっていう理解、それを進めていただければ今日解剖をやった甲斐があったというものです。どうもありがとうございました。